2年の課題、ひばりを書きます。日は、はじめ真横に少しだけ進みます。その後お腹を出すように中心に向かって丸くして引っ込めた後、ぐーっと上に持ち上げて、ここで一旦止まります。そして元に戻るようにしながら、ピュッとこっちに出します。場は始めます。すぐ最後に中に入って元に戻って次の角へつなげます。ここは軽く入った後、やや右寄りに縦棒をまっすぐ書いた後、途中で方向転換をして止めます。もう一回上に上げます。そしてそのままねじれたまま斜めに降りて、ここで収まるようにしばらく待ちます。そうするときれいに終わります。そして軽くはみ出さないように点を打ちます。りは、はじめ柔らかく戻って次の角に当たります。そしてそこからまっすぐ降りて、最後にゆっくり払います。では書いてみましょう。紙は半分に折ります。半分に折ります。ちょうど4等分です。筆にしっかり墨を入れて、火を手本にの各位置に近づけて重ねるといいでしょう。中心より少し左に寄せます。同じ場所に真横に置き直して、お腹を出すようにグッといきます。手のようになります。ここで止まったら上までヒューッと持ち上げて、ここで止まる。ちょっとやりにくいですが、そのまま戻りながらピロンとこっちへ移動します。すぐに離すと汚くなるので、ゆっくり離しましょう。場は中心より5ミリほど中側に置いたら、ほぼまっすぐ進みます。そして中へ少し入ったら、元に戻るようにして次の角へ払います。少しでいいです。そしてそのまま横書く、やや右寄りに縦棒を書いて、途中で方向転換して斜めに上がって、そのまま触ります。ここで慌てないで、ゆっくり筆を整えて点を打ちます。りは、できれば、で真横に手本を置いて字を確かめながら、柔らかく入って、元に戻りながら次へ行って、置いて腕をまっすぐなるようにしたい。まっすぐ降りて、最後に